下川チャンネル。転売とはすなわち主に数量が限定されるなどの入手困難な商品をインターネットオークションなどを介し高値で販売することである。ということで今回はこちら、あの竹下えりがこんなに可愛いわけがない。こちらは私下のアイドル時代の写真集でございます。でね、この写真集がアマゾンでまさかの高額転売されているということで、見てください、こちら12,960円、高いわ。だってね、これ実際はこちら定価がね4000円なんですよ。いやー、これはもう由々しき事態。皆さんどう思いますか？私はですね、自分にこれだけの価値があるのかなと思った、ちょっと嬉しいですね。いや、しかしですね、この写真集は、まあ、そもそも数が少ないんで、転売というよりかは、謎に値上がりしてしまっただけじゃないかなと思うんですけども、この私の写真集、実際本屋さんに買い取りに出してみて、一体いくらになるのか、本当のこの写真集の価値を査定してもらいたいと思います。では行きましょう、レディゴー。1店舗目はこちら、ブックアイランドジュニアイルマ店さん。埼玉県まではるばるやってまいりました。ブックアイランドジュニアイルマ店さんはですね、まあカードとか取り扱ってらっしゃるお店で、下川チャンネルにもねとても馴染みのあるお店なんですけれども、皆さんカードの印象強いと思うんですが、こちらブックアイランドというお名前だけあって、こういうね本の取り扱いもしてらっしゃるお店なので、アマゾンでは12000円のこの写真集、一体いくらになるんでしょうか。行ってみたいと思います。いざ参らん。よいしょ。すいません、こちらの方、はい、あ、買い取りしてもらっていいですか？はい、わかりました。じゃあお願いします。そしたらじゃあ受付をお願いしたいんですけれども、この紙にじゃあ記入をお願いします。はい、はい、あ、すいません、本買い取りお願いしたいんですけど、いいですか？はい、お預かりします。これは本じゃあ買い取り、はい、はい、失礼します。はい、こちらもこういう写真集とかは Amazon で値段調べて、高くない？あ、定価がだって、あ、定価も高い、結構4000円もするんだ。あ、すごい。これ一応 Amazon 価格の、はい、半額ぐらいなんで、これは6000円で買い取り、はい、します。いいですか？半額で申し訳ない。はい、しもさんなんでもうちょっと気使って。じゃあ、いやいやいや、もうガチでガチで。本当に？もちろん。これ中身見ても大丈夫なの？あ、大丈夫です。動画的にも恥ずかしいな。恥ずかしいね。そうだろうね。恥ずかしいか。水着の写真とか見てる俺今どう思う？これ叩かれるかな俺。これはもう8000円ですね。6000円じゃない。もう中身見ちゃったらごめん。そうだな。いや、素晴らしいです。はい、じゃあ一応査定8000円ということでお願いします。8000円、はい、通常6000円のところって感じで。じゃあ通常だったら Amazon の2分の1の値段で。そうですね、こういうプレミアのものはだいたい Amazon 価格の半分ぐらいで引き取りしてます。ああ、なるほど、うん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。素晴らしかったです。ちょっと6000円という高い値段つけていただいたんですけれども、うん、在庫がですねその1冊しかなくてですね。あ、そうなんだ。え、これしかないの？それをちょっとブックオフとかに、うん、ちょっと査定見てもらわないといけないので、ちょっとあ、そうか、お売りできないんですけど、査定してもらって申し訳ないです。大丈夫です。いや、見れただけで大丈夫です。わかりました。じゃあこれ一貫お返しします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すいません、その、はい、お詫びといったようななんですけれども、うん、こちらをですね、ブックアイランドジュニアイルマテスさんにプレゼントしようと思います。え、これ、なんなんですか、これは。それもちょっと、あ、これもそれはちょっとバーコードがついてないんですけど、一番最新の、うん、今年の2018年9月ぐらいに発売した写真集ですね、私の。じゃあもう直前、本当は9月だ。そうなんです。あ、すごい、2018年9月。はい、すごい。え、これを何ですか。え、いいんですか。はい、ちょっとすごいじゃん。え、これもじゃあこれをお店の方に飾らせていただいて。そうですね。じゃあ下さんファンの人、この中身が見たい方はじゃあお店に来て、グッバイアイドルという写真集、はい、あ、そうか、引退記念みたいな感じ。あ、もうそういう感じの写真集になってます。 それをブックアイランドさんに来て皆さん見てください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お預かりします。さあ、関西に戻ってきたということで、今から大手のブックオフなどなどに売りに行きたいと思うんですけども、ちょっと聞いてほしいねんけど、なんとあのアマゾンでの12000円の本売り切れております。マジマジ、絶対あれ誰かが買ってくれたと思う。アマゾンのページ行ったら現在お取り扱いできませんになってて、この数日間の間に誰かが買ってくれたんじゃないかなと思います。売れなさすぎて取り消しになったとかじゃなくてやったらまだいいけど、12000円誰も買わないの。12000円で買ってる可能性あるから、買ってくれてたとしたら本当にまあありがとうございますと言いたいんですけど、
もしかしたらマジで1万2000の可能性ありますからね。ということでこちら今から売りに行きたいと思います。こちら本当に1万2000の価値があるのか真偽を確かめたいと思います。ご縁やろ、買ってくれた人ありがとう。聞いて驚け、ブックオフ。マジでびっくり、マジでびっくりした。こちらなんと200円ついた。え、結構良くない？すごいね。めっちゃ嬉しい。まあ、4000円が200円やからちょっとあれやけど、まあでも古本って考えたらね、全然いい方なんじゃないかなと思います。やったー嬉しい。さあ戻ってまいりました。どうやった？いやもう最後ですから、最後の1店舗もうやってくれましたよ。聞いて驚くん、ご縁やってくれるなんてそっちの意味か。これね、写真集一般ご縁ということで、まあこれなんでご縁かっていうと一律な買取になっちゃうんですね。これ元々のその写真集のデータベースが駿河屋さんのインターネットとかの方でないので、この一律の買取になっちゃうんですっていう。駿河屋に取り扱ったことがない商品。そうそう、そういうことです。なるほどね。まあ、一般に流通してない商品なので。じゃあ何、ブックオフは取り扱ったことあるから200円とか。いや多分そうかもしれないですね。そんなことある？わかんない。まあ、ここにね、竹下エリと書いてあるこの恥ずかしさよ。タイトル竹下エリやのに。ということでラストはご縁でございました。ということで今回自分自身の写真集買取査定に出してみた結果、6000円、200円、5円という結果になりました。とはいえね、物の価値は人それぞれってことなので、定価の4000円で買ってくださった方も1万2000円で買ってくださった方も本当にありがとうございます。ということで今回こちらの動画を見てくださった皆さんにご縁があったということで、こちらルックアイランドさんの方でもね紹介させていただきました、私シモのセカンドソロ写真集グッバイアイドル、こちらを1名様にプレゼントしたいと思います。気になる応募方法はこの動画のコメント欄にコメントをお願いします。写真集欲しいですなどのねコメント、お一人様1回までのコメントでよろしくお願いします。また当選された際に商品受け取りのご連絡をツイッターのダイレクトメッセージにてやり取りさせていただきたいと思っております。なのでコメントされる際は必ずツイッター ID アットマーク以降の文字ですね、こちらを必ず記載していただきますようよろしくお願いいたします。ということで、もしこの写真集に価値を感じるよう見てみたいよっていう人はぜひぜひコメント、そしてご応募よろしくお願いいたします。ということで本日もご視聴本当にありがとうございました。よろしければチャンネル登録、そして高評価の方ぜひよろしくお願いいたします。以上本日の下川チャンネルでした。またねー。